はい、今回はね、投資の話をさせていただきます。まあ、FX なんてのは顕著なんですけども、ここ1週間2週間でね、ものすごく値を上げていきましたよね。値を上げたってのはどういうことかっていうと、ドル円で FX を見てる場合はこう右肩上がりにね、一方的になっていったってことなんですよ。そのブレイクライン、こちらの方もお話しして、そこから一発でね、1円2円と上がっていって、今どうですかね、125円をタッチして、そして今鎮静化の方向にあるわけなんですけども、この話は115円の時にしたんですよ。115円の時に、まあなんかね、介入でもない限りこれ120円いきますよみたいな感じで、介入はなかったんで120円までね、一直線に行ってしまいました。そして120円達成した瞬間に、私は125円まで行くというふうに申し上げましたけども、それも125円まで進んだわけなんですよ。このトレンドっていうのは、はっきりと全時間軸が右肩上がりになっていることと、それからね、それまでのずっとファンダメンタルで、上下していった、つまりね、レンジの期間を勘案すれば、まあ、当然といえば当然のことなんですけども、でもね、分かっていても、エントリーする勇気があるかどうかっていう精神面ではなかなかね、持っていけなかったと思うんですよ。まあそこに私が、こうなりますよ、こうですよっていうふうな、発信をすることによってね、特定の人を焚き付けたわけではないですけども、あ、なるほど、自分と同じ考え方だな、だったら行ってもいいかもみたいな感じでロスカットラインを引きながらエントリーをした方の中で、多数の方がね、やっぱりこう利益を得てくれたんじゃないかなと思います。まあ中にはね、これほどはっきりした本当にね、戦後最大のね、一方的な値動きだと私は思うんですけども、この状況下で 0.01 ロットみたいなところに留まってる方もいるんですけども、それはね、それぞれの方の立ち位置なんで仕方がないと思います。ただ今回は多数の方が50万円突破をしてくださいまして、私の相場解説この1ヶ月の間でですね、100万円以上の利益を上げた方は、何人もいらっしゃって、まあ10人にはならないんですけどもね、いや、なかなか自分としてもたくさんの人を FX で儲けさせたなと思いましたね。特に私の速稼塾の FX のカリキュラムをご購入いただいた方、この方はね、基礎がしっかりと備わっていて、そして中級編でトレーニングをしたんで、自分の相場でこうなんです、相場感で勝ったわけではないかもしれないけども、でもやっぱり教わった通りに、久保さんはこういう時でも言ってるよね、テクニカルが効かない時はやってないよねっていうところでね、ご信頼いただいた、その説明も的確だったというような評価を受けてるんですけども、エントリーするべき時にエントリーできたのは、久保さんがいつもと変わらないようにここでエントリーというふうにね、金額まで言ってくださったというねもう下3桁まで私はね言ってますからね、だからまあこれほど分かりやすいことはないかな。ただし絶対じゃないんで、ロスカットラインは引いてくださいよってことだったんですけども、今年に入ってね、ロスカットラインが機能したことって1回しかなくって、あとは全部相場解説通りにちゃんと向かう方向に向かって、利確ポイントで利確ができたっていうことが繰り返されていって、まあ今年の相場解説は私ね、今まで6年間やってる中でも最高の自信作でお届けしますね。しかも分かりやすいでしょ、あのレンジだからトレンドだから、この2つしか言ってないわけですよ。そして金額も明確に申し上げている、この前はね、特別講義を挟みながら、あの緊急で動画をたくさん上げたんですけども、全部一気通貫でストライクだったでしょ。これ一般公開、1週間ほど時間を上げてしますけどもね、まあ本当に良かったなと、良かった、本当に自分がここまで見えるようになって良かったなと、そして自分の相場解説が多くの人の利益に寄与できたっていうのはありがたいな、嬉しいなと思いますよね。本当にここまでついてきてくださってありがとうございます。6年前は私はね、まだ全然分かってない時に FX の相場解説をすると、数百人から数千人の方が私の FX をずっと見に来てくださったのが再生数で残ってるんですよ。それからずっとやる中で、やっぱり私の力が上がれば上がるほど、私の言ってることが分かる人、受け取れる人と、勉強してこなかったんで分かんない人に分かれてくるんですよね。そうなって今再生数は当時とは打って変わって50名から100名の間になってます。でもこの方たちは勝率高いですね、やっぱりそうでなくちゃと思いますけども、ここまでついてこれた方は実力もついてきてるんだと思います。まだまだ慢心することはできませんけどね、という形で FX のことをちょっとお話ししましたけども、ここでね、一通のメールを紹介したいと思います。はい、前略読み通りに1ヶ月で跳ねましたね、ご指導ありがとうございました、これで繁忙期の賞与が出せますということなんで、経営者の方なんでしょうね、従業員の方にボーナスをあげたいなと思ってる、そのボーナスがFX で稼げたのかどうかってことはね、明確には書かれてませんけども、でも本当にそうなのかもしれません。はい、そして暗号通貨の話題も書かれています。 ADA もそうですが、イーサリアムのバックアップとしてサイドチェーンの銘柄もまるっと仕込んでおくべきなんでしょうねと、一個人の思い込みは分かんないかなと、やっぱね、投資ってのはね、やっぱり自分でやるもんですから、他の人がどういうふうに
考えてるのかなってことも参考になるといえば参考になるんですよ。ただやっぱり他の人の思い込みというか考えがね、相場のことを正確に言い表してるかっていうとそうでもないんで、しかも変わりやすいですからね。だから、どう扱っていくかなってことです。私もね、FX が得意とされている人の、発信はもう全然受け取ってないですね、何年もね。というのが、自分の内側に耳を澄まして、自分の内側が決めたことに従って勝率が上がってるんで、あとはもう情報のインプットはいらないと思ってるんですよ。もちろん、ものすごく優秀な方の考えを聞けば、まだまだ勝率は上がるのかもしれませんけども、逆にですね、誤解して受け取る可能性の方が私は今強いんですよ。だから、人の発信を聞くよりも、自分の判断に委ねた方がいいかなっていうフェーズに来てます。ですんで、私は人の相場解説を見ることもなければ、誰かのコンサルを受けることもないし、どっかのなんとかコミュニティに入ることはないですね。投資に関しては。暗号通貨もそうですし。今は自分の内側の方が、自分の資産を作るのに正確になってますね。本当にそういうところまで来たのかなと。また何かね、壁にぶつかったら、きっと頼りになる人を探し続けるんだと思いますけども、今のところは、ちょうどいい感じで自分の判断が、相場と、市場とマッチしてるなと思ってますね。本当にね、ロシア・ウクライナのことがあった瞬間に、ファンダメンタルだっていうふうに当然感じますけども、そこでね、無理やりね、テクニカルを用いなかったのは正解だったと思います。テクニカルっていうのは、いずれ、ファンダメンタルが積み重なった後にできてくるもんだというね、この考え方もまさにストライクしたかなと思います。そしてアスターっていう暗号通貨ありましたけども、これも冒頭したまではいかないですけどね、多少値を上げましたね、アスターね。だからアスターの話をした時に、ああじゃあ久保さんがアスター買ってるんだったらいいかもなって感じで仕込んでおいた方ってのは今多少の利益を得てるんじゃないですか。それからこれはね、私はね結局買わなかったんですけども、青白字の紹介してるドームね、青白字の紹介しているドームとか、それからランドみたいなの、この辺買っといてもよかったかもしれないですね。ただ余剰資金がそこまで間に合わなかったんで、私もねちょっとこう手が出せなかったっていうところと、あとやっぱり情報をねいくつか取り始めると薄くなるんですよ。だから基本的には、1点2点、1点3点集中までですよね、それから私みたいに時間があれば3点集中できますけども、ほとんどの方は1日のうち半分が忙しい時間使ってますから、お仕事されたりとか義務とかね、社会的責任を果たすために使われてますから、なかなか情報分析とか市場分析できないと思うんですよ。そうなるとね、やっぱ1銘柄か頑張って2銘柄ですね、きちんと情報が取れるのは。で、情報が取れた上で分析しないといけないですから、さらに時間かかるじゃないですか。そうなるとね、やっぱり一つか二つ暗号通貨に関しては投資ができれば、もうそれが限界値じゃないかなと思います。たくさんやりすぎると今度情報が薄くなって判断も間違いやすくなりますんでね。だからまあ本当にあれじゃないですかね、期間限定6ヶ月でこの、アルトコインみたいな感じじゃないですか。で、6ヶ月でもう結果を出して、もしくは撤退する決断をしてって感じだと思います。結局ここに帰るわけですよ。いつまでにいくら稼ぎたくってやるんですかっていう2つのね要素と、あとは最大値でいくらまで出せるんですかってことの3つ目の要素、そして4つ目はどのぐらいの損切りだったら共有できるのか、この4つが揃った時に初めてエントリーする銘柄が決まると思うんですよ。そういうふうな基本がなければ、ずるずるといくだけでね、マイルールも何もへったくれもあったもんじゃないみたいになりますんで、それは投資じゃなくてギャンブルになるんじゃないかなと感じるところでございます。これからもね、私はね、熟成のためにも、額に汗して稼ぐ力をつけるための下積みはこんなもんだってところね、見せつけていこうかなと思います。で、おかげさまでもう今安定して勝てるようになりましたんで、久保さん相場が見れて羨ましいよねというか、勝てて羨ましいよねっていうふうに思わないでくださいね。羨ましいっていうふうに見えてる部分は羨ましいと思いますけども、見えてないところは羨ましくないですから、本当に本当羨ましくないですよ。見えてないところでどれだけ頭痛めてるのかっていうところの方が大半ですからね。氷山の一角と言いますけども、本当に見えてるところはキラキラと美しい氷ですけども、海中に沈んでる氷のなんとね、重くて難解なことですよね。どうもメッセージありがとうございました。じゃあこれからもよろしくお願いします。